アスコルドの墓の公園アスコルドの墓は、ウクライナの首都キエフ、ペチェール宿地区、ドニプロ川右側の斜面に位置する地域。また、同盟の公園。9世紀のアスコルドというキエフの君主が葬られたことにちなんで呼ばれている。6世紀、マジャル人の民族移動がその地域を通して行われていたため、昔からハンガリー人の地帯とも呼ばれている。 クルーティの戦いで戦死した青年を祭る記念十字架。10世紀、その地域では、キリスト教の聖ムイコラーイ教会が建立された。15世紀以降、その地域は、ムイクエールシクイ砂漠修道院の領土となり、キエフの周辺の墓地として利用されてきた。1934年、ソビエト連邦は、アスコルドの墓にあった、数百年の歴史を持つ墓地は公園に変え、 教会内でレストランを開かせた。1941年、ドイツの支配下の頃に墓地と教会は元に戻されたが、戦後は再び公園が設けられた。現在、セームイコラー・アイ教会は復元されているが、墓地の代わりに大きな公園が存在する。公園中には、ウクライナ史に関するいくつかの記念碑が設置されている。ありがとうございます。